皆さんこんばんは。こんばんは。10月31日月曜日、第53回のしゃべくり松代です。本日の担当させていただきます加山です。どうぞよろしくお願いします。今日はもうフルスタッフオールメンバーということでですね、集まっていただきました。実は、昨年の11月1日にこのしゃべくり松代がスタートしてですね、今年でちょうど今日ですね、ちょうど1年と丸1年経ったわけですね。かれこれ、毎週ですね1回も休まずに52回やりきったということで、今日は53回目のスタートになります。ということで、マシオテレビ局に関わって、またしゃべくりマシオに関わっていただいた方々に皆さんお集まりいただきまして、今日は過去を振り返りながらですね、これからのマシオしゃべくりマシオ、マシオテレビ局のあり方について語っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと代表の宮坂さんからよろしくお願いします。こんばんは。今加山さんからもですねお話あったんですけれども、私で初めてですね、この生放送がですねこんなに続くとは本当夢にも思わなかったんですね。できるかな、1回か2回やったらもうやめちゃうんじゃねえかななんて思ったんですけども、本当に今ね加山さんからお話あったんですけども、本当私ね涙が出そう。1年続いてってことにね笑ってますね。ここはねちょっと涙を流すとこですよね。皆さん1年もついてよかったと皆さん笑ってますけどね、ありがとうございます。それでですね、今日は本当に53回っていうことなんですけれども、本当素晴らしいですね。53回ですよね。いや本当に感謝する皆様にですね、スタッフの皆様、そして今日ね見ていただいている皆様に本当に感謝します。ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。いたします。感謝しました。すいません、初神です。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう本当に今お話ありましたように、まさかこの1年間ね1回も休まずに続いた、これはすごいことだなと。お休みの時とかですね、正月とかですね、みんなお休み本当は休みたいなと思った時がいっぱいあったと思うんですけども、それを支えてくださった皆さんね、今日は本当に大勢集まってくださいました。三田さんどうですかね、こんなにも続いて頑張っていただいて。そうですね、まあ大変は大変ですけどもね、でもね、楽しみですね。はい、やっぱいろんなゲストがいまして、はい、そういう方と、いろいろお話できてね、自分とこう、お話ししていろいろとやっぱりそのスキルアップっていうんですかね、そういうのもできるかなって、ちょっとやっぱ楽しいですね。真っ白にこんなに人材がいっぱいいたかと思うほど、次から次へといろんな方々がこう発掘されたように思うんですけど、どうですか。そうですね、私最初やったのはね、神林先生にやられたんですけど、96歳、やってまして、それからいろんな方ね、やっていきましたけど、やはりいろんな人やっぱいるっていうことで、ゲストには事欠かないかなっていう感じは今してます、そうですね、よくこの真っ白テレビ局、真っ白の今をね、発信していこうということでスタートしたと思うんですけども、このしゃべくり真っ白が定着することによって、さまざまな、人たちが町を良くしようと思って頑張ってるっていうようなことが、だいぶ伝わったかなというふうに思うんですけども、特に福祉系の、方々をぜひと思うっていうことで、西田さんね一生懸命いろんな人を紹介してくださったんですけど、どうですかね西田さんの方で。そうですね、町を良くしたいなって思ってる、私たちスタッフともそうですし、送り待ちしめてた人を通してもそうだったかもしれません。なんかこうこの場がいろんな人がまた出会う場所になっていったかなと思います。でも本当に松代は活動している方がたくさんいるので、とてもそういう人たちをご紹介できるというのは素敵な番組だったと思います。そうですね、はい、これからもね、はいはい
あれ、戸谷さんがね、その福祉系ということで紹介していただいて、担当していただいたのが、不登校の方々ですかね、ちょっとその辺のところの取り組みについて、関わった時のお話をしていただけますか。あ、そうですね、それぞれやっぱり、一人で苦しんでいる方がたくさんいるということで、仲間を作るということはとても大切なことだと思います。で、講演会に行ったりとかいろいろしたので、とても私も勉強になりましたし、まあ、町のテレビの視聴者としてもとっても楽しい、はい、拝見させていただいたりもしています、はい、なかなかね、地域どんな活動やってるのかなとか中身まではね、知らなかったりとか、あ、この人はこんなことやってたんだみたいなね、驚きみたいなことが随分あったような気がしますけれども、戸谷さんもやっていただいたところのグループ名、ブルースカイ、ブルースカイ、ね、はい、松田さんですかね、そうですね、とても素敵な方でしたね、はい、うん、なんか今、ゲストがですね、総勢52回で90名も招いたということでね、すごいですね、90名もいたって、びっくりしちゃったということですね、すごいですね、うん、兄貴、2匹というのは何ですかお猿さん、あ、そうか、エッサさんのお猿さん2匹ということですか。あ、なるほど。いや、これはすごい、うん、真白テレビ局がやっぱりみんなをつないでいくっていうんですかね、うん、こうネットワークしていくというすごい力になってるかなというようなことをね、まあ、改めて実感したわけですけども、片桐さんどうですかね、そういった中でいろいろとこう今年はいっぱい課題がありましたよね。そうですね、今ねお話があったり、はい、あっという間の1年でしたね、本当に無我夢中でやってきたっていうかね、はい、そういう形でもっといろんなジャンルの皆さんごとも集まっていただいて、うん、お話して、はい、いや、確かにね、真っ白にこんなに、まあ、人材があったのかなと、うん、これからはますます楽しみですよね、まあ、どんな方々がこう出てくるか、そうですね、そういうこと、まあ、実際に、この町歩きセンターで、ご苦労してた三田さんあたりはね、それぞれキリキリ前した点もあったんじゃないかと思いますけども、まあそういう点においてはね、本当に楽しい番組ですよね。楽しいっていうことと合わせて、真っ白の今の現状っていうんですかね、例えば八代線の問題なんかを片見さん中心になって、はいはい、プロジェクト作っていた。そうですね、私もまあそんなことで担当させていただいて、まあ、自民自治協議会の会長さんとかね、まあ、一生懸命やってなさる、はい、そういった皆さん方に本当に一生懸命やってるなという実感をね、うん、まして、私らもそれに、まあ、連れられてということじゃないけれども、うん、実際にともども一緒にやっていかなきゃいけないんじゃないかと、まあ、あと住民意識を、ね、高めるためにもやっぱりこの町のテレビが大きな役割を果たしてるんじゃないかと、うん、こんなふうに感じてますので、そうですね、ますます頑張っていかなきゃいけないなと、ね、こんなふうに思ってます。あちこちからお呼びがかかってちょっと 大変だっていうような感じもね、ですからね、現実にありますよね、このスタジオでね、はい、やるだけじゃなくて、やはり外へ出て、はい、その八代線の実態をね、うん、皆さんにこの報告しながら、はい、そういったものをまた検討していくと、そういうものも相まってですね、はい、まあ、深みのある番組になってんじゃないかな、ね、そうですね、実際に八代線のに乗ってっていうか取材もしていただいたんですよね、はい、はいはい、もう決定以来2月の2日に、ね、決定しましたけど、はい、それ以降 もう早速、まあ、雪の降る朝でしたけどね、朝早く、はい、まあ、ここにいる西田さんにレポートしていただいて、本当にその様子を、ね、皆さんにお伝えできたということを、ね、大変良かったんじゃないかと、ね、まあ、これからまた来年3月31日までに、はい、そういったいろんなイベントがまたあると思いますけどね、そういったものを合わせて、はい、ぜひまたお伝えしていきたいと、ね、こんなふうに思っています。いろいろと、ね、朝早朝から、ね、はい、取材いただいて本当にありがとうございましたね。そうですね、まだ、うん、やっぱり好きじゃなきゃできないですよね、そうだ、ということでみんな、ね、好きが集まったね、山本さんなんかもね、こう長野の方から駆けつけていただいて頑張っていただいて、どうですかこの真っ白のこの動きっていうのは。そうですね、本当に皆さん町のために、うん、本当に住民の方がね、町のために一生懸命やってる、うん、その、うん、だから数人じゃ活躍されてるってことが、本当しゃべくり松代を通してそういうことは知ることができたので、うん、もっと大勢の方がね、うん、本当にこのしゃべくり松代やテレビ局のこうホームページを見てくれればいいなっていうふうに思うんですけど、うん、そうですね、これからの、ね、課題ですよね、いかに PR するかね、うん、まあ
インターネットでしかもユーストリームという、まあ、最新技術を使ってのこのマッシロテレビ局ということで、まあ、全国でも、ね、いろんな形で取り組みはなされてますけど、マッシロはマッシロないのですね、まあ、独自カラーっていうんでしょうかね、あのこのスタジオでもってのしゃべりかマッシロをこう定着させてきたというのは非常に大きなあの成果だなっていう感じをねしますね、はい。どうですかね、大松さん、もう真っ白の街づくりに関わって10年以上になるかと思うんですけど、そうですね、こういう形でもってね、まあ、これからも、うん、あのやはり街や街並み、そういった、ね、登録関係、登録文化財関係、はい、まあ、大いに PR して、はい、まあ、これからもですね、ネットワークを組みながらね、やっぱりどんどん発展するといいなと思いますね、はい、だからもう少し真っ白も観光客がにやかに、ね、なるといいと思いますので、まあ、このテレビを借りましてね、まあ、大いに PR していただいて、あの大勢の方がね来ていただければありがたいなと思いますね。そうですね、まだまだあの真っ白いっぱいいいところあるんだけども、それがかあの多くの人たち知られてないっていうんですかね、まあ、発信力不足っていうんですかね、まあ、そういった面が非常に大きく感じるんですね。ですのであのこの真っ白テレビ局を通じながらとかですね、いろんな形でいろんな人たちとつながりながらですね、大いにこの真っ白の良さを発信していくということがとっても大事な感じをね、しますね。井口さん、あのちょっと前田の方へ出ていただいてどうですか、はい、こうあの女性あの着物で今日はご出演いただいてありがとうございます。キャスターでもいろいろやっていただいて、はい、いかがでしたか。大したことができないですけれども、あの着物専科としても、それから、まあ、着物に関わる仕事をさせていただいていますので、あの日本人しかこの着物を伝えていくことができないと思いますし、また松代の人しかこの松代の本当の良さを伝えていくことができないと思います。そういう意味であの私たちの持っている財産をね、大いに PR していけたらなと思います。もう本当力不足で申し訳ないですが、あの勉強させていただいて一生懸命やっていけたらなと思っています。ありがとうございます。なんかこうピッとこう雰囲気が引き締まりますね。申し訳ありません。着物も本当にやっぱりあの城下町はね、そうですね、着物が合いますよね、合いますね。ぜひあの土塀にね、そうですね、バックに着物の方がね、車内車内と歩ってる姿なんか非常に真っ白にね、マッチしていいなと思いますね。大いに親しんでいただければ嬉しいなと思います。あの先日萩の方に行ったんですけど、その時にやはりあの5、6人のメンバーだったんですけども、やっぱ着物で1週間ほどもう街中歩くということで、観光客とこうなんていうんだろう、触れ合いながらですね、男性の方も着物これは着られたですね、あのやってましたね。そうするとちょっと写真撮りたいとかね、あのなんかこう風情がある街並みみんなこう、とっても良かったなという、そんなようなことがね、真っ白でもこうね、だんだんと本当に親しんでいただいて、また真っ白もあのより映えていいところがどんどん皆さんに発信できるかなと思います。そうですね、はい、まあ、このエコ真っ白の活動もね、すごくたくさんの方々が関わっていただいて ね、頑張っていただいてるんでね、はい、この間の先日ね、エコールド真っ白で着物をね、園遊会やりましたけども、はいはい、よかったですね。園遊会も、それで、盛況にできました。カメラマンもすごくね、60名ぐらい集まっていただいてね、着物を一日ね、はい、撮っていただいて、よかったなと思いますね。はい、やはり、日本人は着物の、そうですね、ね、姿の写真を撮りたいんですよね。はい、ああ、そうですね、たくさん撮っていただいて。まあ、これで、コンテストやるんですけども、どんな写真が来るか楽しみにしてますね。本当にありがとうございます。今日はですね、この実際にしゃべくり真っ白にスタッフとして関わった方々と合わせてですね、バックヤードでもって頑張ってる皆さんいらっしゃるんですね、ちょっとそちらの方にカメラ向けていただけますかね。福井さん、いかがですか。ちょっと今あ、ダメですか、はい。という姿をね、頑張って田舎でやってますね。二本松さん、いかがですかね。はい、ちょっと二本松さん、はい、大変ご苦労されてますけども、はい。見やけて。はい。はい。あ、わかりました。今日はですね、普通ならこれでもって15分番組で終わってしまうんですけども、
まあ、1周年記念ということで特別ですね、まあ、あの30分まで延長ということで、やっていきたいというふうに思いますんでね、はい、よろしくお願いします。福井さんの方、じゃああれですか、あの画面、今までの画像とかを見れますかね。ちょっとじゃあ、おこれはこれですね、あこの画像は1回目ですね。私は1回目、はい、1回目ですね、はい、あ、私、なんかミヤモンタみたいですね。似てますね。ミヤモンタ、いや自分の顔は見ないんですけどね、はい自分の顔はもう見ないんですけど、こう見るとなんか似てますね。ね、宮本さんの第1回目、ね、そうですね、これ第1回目ですね。第1回目ということでやっていただきます、ね、で、あの松代テレビについてですね、はい、お話ししたり、それからあのこのしゃべくり松代についてですね、いろいろあの申し上げたんですが、本当に先ほども申し上げたようにですね、こんなに1年も続くとは思わないで、しゃべりました。で、この時は特にですね、小関さんにですね、はい、キャスターをやっていただきまして、私がゲストというようなことでやらせていただきまして、はい、初めからですね変則的な番組を作らせていただきました。で、私本当にね、小関さんは本当のアナウンサーなんでね、本当にうまくこう意見をね引き出していただきまして、本当に気持ちよくね喋れたんですよ、はい、で、私どももあのように、ゲストの皆さんにね、気持ちよく喋っていただくように努力しなきゃいけないとね、つくづく感じました、はい、1回目でした。これは八田さんをこの お呼びしたんですね。八田さんのところのやっぱり真っ白の街づくりの歩みみたいなことをですね、八田さんと私の方で対談しながらもう歩みをこう振り返ってみたということですね。あの八田さんはですね、ここのマジャークセンターのオーナーでもありますけども、あの商工会議所の副会長もされたりとかですね、いろんな役割をされてきて、今エコロジーマッシュクラブの、ね、運営長をされてますけども、まあ、あの代々マッシュの町づくりに大変貢献されたお宅でもあり、八田さん自身もね、大変一生懸命、なんとか町を活性化しようと頑張っていただいた頂いている方ですので、まあそういった面で、みんなにこう町の歩みっていうか町づくりの歩みをね振り返ってみていただくというような形でもって、番組が保たれる、まあ私も良かったなと思ってますね、はい、ありがとうございます。お、これは三田さんです。そうですね、神戸市のね、はいはい、大先生なんですけど、はい、やっぱり美術館を持ってたりとかっていうので、ね、はい、なんか見させていただきましたけど、結構いろんな、世界に一つしかないようなね、はい、あのものも展示されてますし、はい、でまあ、ゴルフやってみたり、あの、家庭菜園もやってみたりとかによってね、まだまだ元気で、はい、やってます。90、はい、そうですね、すごいですよね、はい、頑張ってますよね、ありがとうございます。これは片桐さんの、そうね、あれね、これはね、今盛んにね、あのトレッキングね、これになってますけど、はい、島田さんと宮崎さんですけど、大変熱心でね、島田さんももうご高齢ですけども、まだまだ山まで登って一生懸命やってますんでね、まあ、あの地区では活躍されてるとかですよね。こうやって見るといかに松代、あのご高齢の方々が活躍されてるかっていう、そうですね、パワーがすごいですね、なんか勇気づけられますね、これね、はい、これは曲がり王さん、曲がり王さんが、山上武雄さんの皇室奥さんを今に来た、はい、これは童謡作詞作曲ということで、そうです、マヤさんの歌も披露させてもらったんだね。そうこれホイサスさんね、あの小沢さんが登場ですね、はい、こちらがこれ松浦さん、松浦さん松浦さん来てよ、こっちへ、こっちへ来てもらって、これ松浦さんがですね、田中さんをお招きしてるんですよね、認知症の予防、オレンジキャラバン、ちょっと西田さんその辺ちょっと説明してあげていただいていいですか、補足、オレンジキャラバンさんは、2003時代に認知症を、ね、正しく理解してもらうため の講習を受けられた後、自分たちがボランティアグループを作って、オレンジキャラバンとしていろんなところに行って認知症を理解するための、まあ、大型、本当に大きいです、1枚が
畳1枚分ぐらいあるのかなって思うぐらい大きな紙芝居を作っていろんなところに行って認知症のことを皆さんに理解してもらうための活動をされているんですね。で、民生委員の役が終わった後も継続してオレンジキャラバンとして続けてらっしゃるというグループを今ここにいない松浦さん向こうの方にちょっといるんですけども松浦さんが紹介されたという。はい、なんか安倍知事さんにもね見ていただいたりましたよね。はい、ありがとうございます。お、これ日本マスターです。これは小学校の先生ですね。はい、豊坂小学校の先生、はい、いい写真ですね。いい写真ですね。いい写真ですね。マッチングしてます。メイキャスいい写真ですね。日本マスターの人柄がそうそういいですね。ちゃんとねにじみ出てきて。はい、メイキャスお、これは甲冑あ福井さんだ。立屋さんかな。あ、甲冑のことについて、手作り甲冑、はい、手作りの甲冑をやってらっしゃる丸山さんね、丸山一平さん、丸山一平さんをお招きして、福井さんも出なきゃいけないということですね。はい、福井さんも、はい、ありがとうございます。あ、出ました出ました出ました。これはまた宮田さんですね。これは多分、何の時のあれでしたっけね、真っ白観光推進機構ができて、それについてお話をお伺いしているということで、まあ、この10月からはですね、観光推進機構もこの町歩きセンターの事務局に移転してきましたので、まあ、いろんな面で、連携しながらね、取り組んでいくということだと思いますね。はい、ありがとうございます。もうこれなんか、みんなで囲んでました。あ、正月ですか。正月、正月ですね。正月ですか。正月3日？三が日。三日、ね、3日の日。あ、3日の日。正月3日出てますね。正月3日もですね、休まずにしゃべくりマッチングだったと。本当はお正月でお家でお酒でも飲んでる時帰るかもしれませんけどもね、みんなで集まって今年の抱負をね、語り合ったということですね。すごいですね、結束力もまたね、素晴らしいと思います。はい、同じような雰囲気ですね。お、あ、これまた出てきた、出ましたね。あ、これは思い出しますよ。またお笑いなんですよ。はいはい、またこれお笑い、お笑い、このね、これ樋口県にいらっしゃるね松田さんをお呼びしてねお話したんですけども、この時にあそこに私黒のブレザー着てますね、はい、あのブレザーのね金ボタンがね取れちゃったんですよね。何もしないのに、はい、本番5分前ですって時にね金ボタンがコロコロと転がったで落ちちゃったんですよ、はい、あの時ね、さっきも噛みましたけどね、あの時も噛んだんですね、しゃべくり松代って言った時にしゃべくりやびやびやって言っちゃったんですよ。もう私もう噛みっぱなしです。その記憶しかありません。まあ失敗もねいろいろありましたよね。はい、これ先ほど豊さんもね、ああ、そうですね、松田さん、これですね、ブルースカイのね、はい、やっぱり女性たちが出てきてね、また素敵ですよね。素敵ですね。はい、なんかね、本当にありますね。あ、出ました。これはですね、丸山先生を山本さんですね。山本さんちょっと前で寝取って、うん、山本さんですよ。山本さんはすごく山本さんですよ。はい、はい、山本さんですよ。はい、すごく、まあ、事前の準備がすごい、データがきちっと大変で、ね、相当やっぱり勉強されて、まあ、丸山先生もこの専門家でいらっしゃるので、ねうん、それを引き出す山本さんがまたすごくうまく上手い、ね、いやうまかったですよ、良かったですよ、ね、いい番組だったんですよ。時間たっぷりいただいちゃった。いやいいじゃないですか。中身濃かったですね。中身濃かったですね。はい、いやいやでした。あ、これはおまさん、ね、これは斉藤さんですね。美術館、写真美術館のなのかな、写真美術館のことをお話伺ったんですね。はい、お、あ、これは文化財ボランティア、ね、荻原さんか、荻原さん、これを山岸さんが、レポートして、まあ、スタジオから飛び出して、現場に行って取材してきたという形ですね。これも一つの形ですけどね。はい、これは何でしょう。あ、ひな祭り、あ、折り紙の人、あ、折り紙の人とか、はい、レコールの関係の人たちがみんな出てきていただいて活動の紹介をしていただいたんですね。はい、ありがとうございます。お、いよいよこれはこれ山本さんだよ。
生鮮さんだいの、松代高校の先生と生鮮鍛錬の生徒さん、先生と含めて連携しようっていうね、松代の街づくりに学生さんたちに関わってもらうということで、いろんな交流が始まりまして、具体的な取り組みが随分今年もできましたね。ありがとうございます。これは林さんだ。林さんにそのカモシカ、カモシカの話をしていただいたんですね。もうあの山の専門家みたいな方ですね、うん、山にいる生物、はい、これは黒岩さんが誰を呼んできたんだっけ。あ、しゃ、はい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 、そうかそうか、田口さん、社会福祉についてのお話をした。これは、人力車、ね、山崎さんと倉田さんが、はい、人力車のお話をしていただきましたね、はい、はい、随分いろいろ、あ、ね、素晴らしいですね。やっぱ92歳です、ね、すごいですよね。93歳になってますね、今日元気、はいはいはい、こちらの方は、はいはいはい、あそこ岩野の方の、ああなるほど、あ、それぞれの最寄り屋というか、なんですか、縁側みたいな、その取り組みについてお話したんですね、はい、これは加山ひろみさんですね。ひろみさん、加山さんの娘さんですね。娘さんね、お一人様サーカスでね、はい、やったっね、素晴らしかったですね、はい、私サーカス見させていただいたんですが、素晴らしかったですね、はい、ありがとうございます。お、八田さん、八田光三さん、八田光三さん、聞くというか、あの林っていうかあれですね、あの木の樹木、あ、樹木なんですか、アンズの普及か、アンズの普及についてお話しいただいて、池田さんがあのお聞きしてるんですね、はい、あ、これはですね、宝物館の館長さんですね、さんですね、葛西館長さんをお呼びして、はい、いろいろ宝物館についてお話しいただいたんですね、そうですね、はい、飯島さんか、あ、これはあのお庭拝見について飯島さんからお聞きました、はい、これが、これやっぱり、ね、あの市の文化財課のね、あ、はい、風間さんで、大室古墳群の担当ですね、私ら、はい、しょっちゅうお世話になってますので、ぜひ大室古墳群のも全部普及してもらいたいという意味を含めて、お用意してお話しましたね、はい、古田健三さん、歌手ですね、歌手です、ね、この方は、はい、大工さんしながらですね、歌手で、活躍してるんですね、お金は大工さんでもらって、こちらの方でお金使ってるみたいですね大変みたいですよ、はい、あ、佐久間象山先生で、宮司さん、宮司さん、象山神社の宮司さん、滝沢宮司さん、滝沢宮司さん、ね、はい、象山神社についてお話いただきました、はい、そうですね、あ、これがですよね、八潮線のことで、ね、はい、中島会長さん、はい、これはあれかな、まだ会長さんにはなってなかったのかな、会長さんにはなってなかったのかな、副会長、ね、副長会長というね、はい、あ、これもだから今の副長会長、今の副長会長、北原さん、あ、そうそう、就任した時にお呼びしたんですね、そうですね、はい、じゃあこの前にあれがあったんだ、若者のね、住民自治区、はいはい、星沢会長さんと3人でやった映像が一番最初だったんだよね、特番だったから、特番でありました、はい、あれはやっぱり30分でやる、そうですね、もう30分、そろそろ半になってくるんで、パーッといっちゃいましょう、はい、はい、そうですね、急いで、はい、宝物館、じゃあこれでもっと買っていいですか、俺に分かりますよね、はい、来たら、はい、いろいろと触っていきましょうか、流したね、はい、はい、夏ですね、まあ、これは先生の皆さんですね、先生の皆さん、はい、ああ、これまたね、一周年、ね、はい、ね、懐かしい顔がいっぱい出てますね、あ、これ、あの、福祉寮の先生をね、先生、はい、
お寄り足。ああ、お寄り足。宮沢さんね。はい。おお、若い方いいですね。いいですね。すいません。申し訳ありませんです。修営高校さん。はいはい。なるほど。これは北村さんですね。甲子園って話してましたね。阿弥陀丸。これも林さんの、これ長の話、長ですね、長の話、はい、これは親父の先輩です。これは本当は申し訳ないことしちゃって、もう本当に一面でしたね。街づくりについてね。そうですね。最後は感激させちゃって、もう涙流しちゃって申し訳なかったんです。いいですね、やっぱり。全然違いますね、もうね、若い人出てくるとね、もう全然。あ、これ公民館長ですね。これはサラダ祭りで、はい、ここでまた第3弾八代ね、八代八代戦これはそうだね、はい、聖戦のこれも聖戦の、はい、活躍ですね。二本松さんは本当にいつも若い人気取ってきてる。おあ、元これは前々回かな、八橋流、八橋流最近ですかね。はい、はい、ということで、はい、ちょうど1年間を振り返ってきました。まあ、こんなにもたくさんの人たちを招いて、素晴らしいしゃべってきます。これから楽しみですね。はい、じゃあということで、ちょっと、はい、締める前にちょっと一言で、はい、実はですね、私ども松代テレビ局ではですね、講座を予定しております。ですね、まず募集要項なんですけれども、どなたでもどうぞお気軽においでくださいということで、講座を予定いたしました。内容はですね、地域、ちょっとね、目がかすんで見えないんですけどね、間違っちゃいけないんで読ませていただきます。地域情報を生放送や動画で発信している松代テレビ局では、カメラの扱いから番組制作までを一貫して学ぶことができる連続の講座を企画いたしました。皆様のご参加をお待ちしております。時間がないのですね、ちょっと簡単に申し上げますけれども、第1回目はですね、カメラの講座です。日程なんですけども、これが近づいております。今月じゃなくてですね、今月まだ10月ですので、11月の5日、それから6日の土日にかけて、カメラの撮り方の講座を行います。今週の土曜日、日曜日です。こちらの方はですね、まだ若干ですね、定員に余裕がありますので、どうぞ皆様この機会にですね、ぜひおいでください。2回目3回目もありますけれども、ちょっと時間がないのでですね、端折りますけれども、11月のですね、11月の19日日曜日の土日のディレクター養成講座、それからですね、同じく11月の26日土曜日は、松戸町内を歩きながら実践講座ということで、これも予定しております。それで最後の第4回講座なんですけれども、情報化社会への対応講座ということで、11月の27日の日曜日になっております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではですね、しゃべっくり真っ白の1周年記念特別番組をご一緒させていただきます。今日は本当にお忙しく、皆さんお忘れいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。生まれ
さて来週のおしゃべくりまつ、はい、なんかね今噛んだ後でねなんか噛みそうですね。大丈夫噛みますか、はい、大丈夫、大丈夫ですね。はい、終わりました。ありがとうございます、来週は11月ようやく11月ですね、7日日中、日曜日じゃない、また噛んでます。月曜日、月曜日です、はい、すいません、はい、やっちゃいましたね、はい、すいません。三田さん何ですか、うん、来週は、ね、はい、ゲストは、ね、丸山さん、やっぱりこの甲冑、甲冑、ね、その今までの、どういうふうにやって、ね、うん、どういうふうに作って、うん、その計画、それから今後の展望みたいなやつを、ね、ちょっと聞きたいです。その、うん、ゲストはいいんだけどさ、うん、パーソナリティは、パーソナリティ、私は、またやらさせてもらえます。毎週、毎週ご苦労さんです。やっぱり言うとこはいいね、長いでてもね。またあの楽しい番組にしてくださいね、来週は。じゃあ、あの余計なこといいね、いいっす、来週を楽しみにということで、はい、詰めますか、はい、はい、それでは来週をお楽しみに。松代はあなたの街、それそれそれくらい松代、また見て。